こんにちは、鈴木邦明です。今日はですね、子供からの SOS ということで、学校から帰ってきたり、まあ、特別な激しい運動もしてないのに足を痛がるという問題について、ご紹介してみたいと思います。今までも不登校の相談とか受けてい、いただくと、そういえば学校に行かなくなる前に、帰ってくると足が痛いって言ってましたみたいな話は、とてもどのぐらいかな、もしかしたら2割近いかもしれないですね。そのぐらいの確率で、不登校の前にこういった症状が出てる方が多いので、参考にしていただければと思います。まず確認してほしいことなんですけれども、学校からもしか帰ってくるレベルで足が痛いとおっしゃるのなら、言うのなら、口にするのなら、些細なことでね、イライラするとか、落ち込むといった問題をおそらくなんですけど、今すでに、抱えていると思うんですよ。まあ、情緒面の問題を抱えていませんかってことなんですけれどもね。それじゃあ、それがあるのならば、なおさら、急いで確認してほしいんですけれども、例えば、ふくらはぎですよね。単純に。まあ、ふくらはぎって言っても、ここだけっていう意味じゃなくて、ちょっとあれですけど、まあ、足首の方から、こうやって、膝の下の方までですよね。こうやって揉んでみて、で、単純に硬いか、硬いとか、あと大して力も入れてない状態で、揉んでみて、痛があるとか、まあ、そういった、ことが確認できるのか。あとは、もしそれがあるのならば、こむら返りみたいなものが、こむら返り分かりますかね、足がつっちゃうとかってことが、起きるか。それとか、あと運動、まあ、例えばサッカーとか野球とか、運動をしているのに、他の子と比べて、やたらとすぐ怪我をするっていう傾向がないのか、確認してみてください。で、それがあるのならば、肘でも同じことが起きてるはずなので、肘っていうか、腕ですね。ごめんなさい。この手首より手前、肘よりこっち側ですね。この辺の一番横から見ると筋肉があるとかあるじゃないですか。で、この辺を、同じように揉んでみてほしいんですよ。で、同じように、ふくらはぎと同じように硬いとか痛がるとかっていう傾向がおそらくあるはずなんです。で、それがあると今度はどんなことが起きるのかっていうと、例えばゲップが出るとか、しゃっくりが出る、おならが多い、まあ、こういった胃腸症状ですよね。が、まあ、全部とは言わないですよ。ゲップだけの場合もありますし、おならが多いっていう傾向だけの人もいますし、まあ、それは人によってそれぞれなんですけれども、まあ、いずれにしても、腹痛とか胃腸症状ですよね。そういった問題が出ているはずなんです。で、これが全部つながるっていうふうに考えてほしいんですね。で、今の見たような状態を、例えるなら、大雑把に猫に睨まれているネズミの状態だってことなんです。猫に睨まれているネズミっていうのを、イメージしていただければわかると思いますけれども、手足に力が入ってますよね。ネズミは。なんでかって言ったら、いつでも逃げることができるように。そして、いつでも戦えるように。まあ、そういう状態が、猫が目の前にいる時のネズミの、体勢なわけですよ。で、その一方で、それじゃあネズミは、どんな、精神状態になるかって言ったら、怯えてるわけですよね。だから、いつでも逃げれるようにしてるわけ。で、ネズミも限界になったら、急須猫を噛む。戦わなきゃいけないですから。だから、まあ、イライラもしている。ですから、それがご家庭なんかだと、些細なことで、怒ったり、落ち込んだりっていう類のことですよね。で、これ、大事なのが、ジェットコースターのように、例えば、今、笑って話してたのに、何かの一言でガクーンと落ち込んだりとか、急に怒り出したり、まあ、そういう状態につながるってことなんです。
これはあの交感神経、あの自律神経の働きで考えるとよくわかるんですけれども、交感神経がよく働くっていう、強く働くっていうことですね。で、こっちが副交感神経。睡眠とか食事なんですけれども、交感神経が強く働くと、筋肉優先で血液が送られます。それが、ずっと続いてしまうと、血流が滞って、凝りが生じるわけなんですけれども、その時には胃腸の方のに流れ込む血液の量が減る。そうすると、ゲップとかしゃっくりとか、腹痛とか、吐き気とか、そういったような、胃腸症状につながるわけですね。だから、ゲップとかしゃっくりっていうのは、腹痛とか、吐き気よりも、軽い症状ではあるんですけれども、もうすでにこちらが強く働き始めてますよという、サインなんです。そして、こっち側ですよね。こっち側が強く働いた時には、アドレナリンという、不安ですよね。怯えているって書きましたけれども、アドレナリンという不安を感じる、ホルモン。そして、ノルアドレナリンというイライラを感じるホルモンが、より多く分泌されるわけです。それで、そういう、情緒面の問題として現れるんですね。とにかく、お分かりいただきたいのは、心と体がつながっているということなんです。足や腕が、硬いとか痛いっていうことになったら、それは、当然のこととして、落ち込みやイライラにつながるってことです。で、逆に、ほぐれればほぐれるほど、ここが、改善されて、明るく穏やかになる。これを、こんな当たり前のことですよね。当たり前のことなんですけれども、どうしても普段の、なんていうんですかね、子供のことっていうのは、親がどうしても、その場その場で反応して、観察になってないってことですよね。子供を見てるんだけれども、子供の一つ一つの訴えに対して、親は対応してしまって、どうしても子供を観察するということが、見逃されちゃっていると、私は、思っているものですから、ぜひ、足が痛いという訴えがあって、で、胃腸症状。簡単に言えば、ゲップ、しゃっくり、おなら。おならも臭くなる傾向が強いと思います。そういった類のことが、あるようだったら、もう子供の SOS だと。そして、その足が痛いという訴えに対して、本質的な改善をしてあげれば、間違いなく子供は明るく穏やかになりますので、ぜひ、やり方とすると、揉んであげるっていうことだけでもいいのかもしれないです。ただ、本質的に、例えば、私がよく言う、サラダ油ですよね。そういう類のものが、を多く摂っていたら、体は自然に、炎症反応が起きて、交感神経が緊張するという、自然な流れができてしまう。そうすると、いくら揉んでも、改善はしませんので、この類の問題の解決には、食生活の改善と適切な栄養の摂取、その上で、家庭でのアプローチならば揉んであげるってことでもいいと思います。で、場合によったら、それが特徴的な、強い症状なら、漢方薬とか、針とか、お灸とか、そういった、体全体へのアプローチですよね。そういう形で、対処してあげれば、必ずいい方、こういういい方っていうのは明るく穏やかに、ここに書いてないですけど、前向きになります。それも、ぜひ、騙されたと思って一度行動していただければと思います。今日の話は以上です。ありがとうございました。